はい、皆さんこんにちは。エンパスのゆうすけです。いつもエンパスのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。本日はスターピープル、スターシードの特徴ということで、引き続きというか、実は取り上げるのを忘れていたものがありまして、今回お届けしたいと思います。で、今回お届けするのがアルデバラン星人で、以前特徴その1っていうのは挙げてると思うんですけど、今回はその2になります。で、今回アルデバラン星人について尋ねてみましたということで、内容はですね、エンパスの私ゆうすけ自身が高次元ハイヤーにですねアクセスして聞いた内容を Q&A 形式でお伝えしたいと思います。これは実際にアクセスして聞いた内容になるので、そこらのって言っちゃあれですけど、オリジナルのものになります。で、まず早速なんですけど、他の動画でも上げてるんですけど、どういう質問をしたかっていうのをもうまとめて説明いたします。まずか、アルデバラン星人はどのような特徴を持っていますか。で、次が、地球に転生してきたアルデバラン星人の目的は何ですか。で、次が、地球に転生してきたアルデバラン星人の見分け方はありますか。次が、転生してきたアルデバラン星人のパワーは何でしょうか。で、最後に、アルデバラン星人の苦手なものはありますか、という5本立てでお届けしたいと思います。で、まず最初なんですけど、アルデバラン星人はどのような特徴を持っていますか、と質問しました。で、その答えが、アルデバラン星人の特徴を伝えていく。とても人間という存在に興味を惹かれやすい。見ず知らずの他人にさえも常に興味を抱いてしまうだろう。だからこそ、地球でアルデバラン星の影響を受けているものは、他人にばかり興味が行きがちで、肝心な自分自身がわからないものも多い、とのことでした。これは自分も思うんですけど、アルデバランの人ってすごく人間という存在が興味すごくありありな方が多くて、で、他人にばっかり目が行くので、特に自分自身が分からなくなるものもいるっていうのはちょっと分かる気がします。で、次なんですけど、次が、地球に転生してきたアルデバラン星人の目的は何ですか。答え、調査。主に地球での人間の感情にフォーカスしている。だからこそ、人間の感情へ作用する行動をとってしまいがちだ、とのことです。これ何かっていうと、結構そのアルデバランっていうもの自体が結構感情とか、すごく感性とか、そういったものへ結構フォーカスしやすいみたいで、で、表現とかそういうものに関して、特に人間の感情に作用するものを結構届けることが多いそうです。で、次、93、地球に転生してきたアルデバラン星人の見分け方はありますか。答え、動きが独特だ。常に周りをキョロキョロと観察している様子がうかがえる。意識的にも無意識的にもしてしまうから厄介だろう。
ただアルデバランの影響を受けているものは少なからずとも地球生活に違和感を感じているので、発信しているものも多いので分かりやすい。啓発系の話をするものに多いだろう。まあ、これさっきのその感情とかに多分紐づくと思うんですけど、特に地球に転生してきたアルデバランってその影響を受けてる人って、特にその地球生活とか、そう世界を変えようとか、そういうことを結構する人が多い印象を受けます。で、次なんですけど、転生してきたアルデバラン星人のパワーは何でしょうか。まあ、気になりますよね。それはですね、自然と人間を引きつけてしまう魅力だ。調査が目的でもあるため、必然的に人間を引きつけてしまう要素を持っている。自覚し、分かっているものであれば分かりやすいパワーではあるが、そうでないものにとっては厄介なパワーと言えるだろう。ただそのパワーは地球での財産になるため、うまく付き合っていくことをおすすめするとのこと。あー、確かにこれを見る限りなんですけど、まあ自分もそう考えると、アルデバラン星人、アルデバランの影響を受けてるかなと思ったりもします。だから自然に、まあ、自分に関してとか、自分がやってることに関して、良くも悪くもすごく人が興味持ってくださってるんじゃないかななんて思っております。だからアルデバラン星の影響も少なからず自分も受けてるんじゃないかなと思うことも多々あります。で、最後、アルデバラン星人の苦手なものはありますかとのことです。アルデバラン星人の苦手なものは同族、スターピープル、スターシードとの付き合いは疎遠になりがちだ。純粋な地球の調査がしたいがため、宇宙の影響を強く受けているものには興味がないのだ。だから地球人を集めるイベントなどを主催していくことが多いだろう。同族同士の馴れ合いにあまり興味が惹かれないようだ。あえて馴れ合いという言葉を使われていましたということです。そうですね、なんかこれも見る限り、まあ、馴れ合いっていう感じのことに興味がなかったり、そのアルデバラン星の影響を受けてる人でもなんとなく自分はそうじゃないっていう、演じじゃないんですけど、そういうことをしていて、分かりにくいから、同じそうアピールしてる人たちよりかはそうじゃなくて、同じなんか地球の仲間だよみたいな、そういったことで結構そういうイベントをしたりとか、地球よくしようよとか、そういうのをなんか宇宙目線ではなく地球目線としてやるのが多分アルデバランの人が多いんじゃないかななんて思います。ということで、今回ですね、また5つのアルデバラン星の特徴をお伝えしました。まあちょっと読んだりしてやってるので雰囲気が違かったりするっていうのがあるんですけど、これはまあ一つの特色として捉えていただければいいんじゃないかななんて思います。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。引き続きこのチャンネルのいいねと思ってくださった方、いいねボタン、あとはチャンネル登録も引き続きよろしくお願いいたします。最後までご付き合いいただきましてありがとうございました。エンパスなチャンネル、エンパスのゆうすけでした。またねー。